スカイツリーから目薬、どうもビッグエースです。東京タワーからボタモチ、どうもコマです。ちゃんと東京マラソンに行きます。はい、行きます。もう焼とかって感じはありますね。なるほど。ちなみに最長でどれくらい走ったんですか？5キロですね。そうだろう。さあね、もうすぐ新宿ということで、もうウィーダーでね、コンディション大衆調整って感じ。そうですね。西日暮里は気合入るわ。新宿だ、新宿で気合入る。戦いが始まりますわ、はい、いやマジで本当1年間この大会のために頑張ってきたから。確かに。人生そのものですね。マラソンにもスタートがあってゴールがあるように、はい、人生にもスタートがあってゴールがある。ここで自分のペースを保っていかに自分のペースで走れるか、まさに人生と同じくらい大事ですね。もちろんです。完走のみならず、僕はもう3時間以内に絶対にゴールしてみせます。本当に今までこう積み重ねてきたものの集大成です、今日は。なるほど。もう今までの人生、22年間の人生そのものが今日です。今日そんぐらいもう僕がすごく心待ちにしてました。なるほど。あ、ちなみになんですけど、はい、昨日バイト入れたと本当です。本当です。3時間しか寝てないと本当です。筋肉痛で足パンパンも本当です。あ、なんか可愛い子いるよ。コマちゃん頑張って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 ください。コマちゃん頑張って。一つになる日、東京マラソン2019。来ました。というスタートですね。よいスタートですね。みんなに一言お願いします。ですね、やっぱりここまで山でやってきて、すべて見せた時は今来ました。行ってきます。国旗、日本教、立教旗。よし、頑張ってくれ。可愛い人いる。頑張る。みんなすごい。本当にでもガチで俺場所わかんないから一回ちゃんとガチで行くわ。もうね、宮が勝ちましたけどね、頑張って走ってきてほしいですね。頑張れコマちゃん。